はい、それでは改めまして今ご紹介いただきましたの JR 西日本和歌山支社の、富本と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。改めまして今日お題が汽船船における津波対策ということで少し私どもの、津波に対する取り組みのご紹介をさせていただきたいと思っています。そもそも出発点でいきますと昨年追加されました運輸防災マネジメント指針、そもそも一言で言いますと、自然災害の対応を事業者としてしっかりマネジメントをしていこうではないかと、こういうことかと思います。具体的には防災事業継続このあたりをしっかりと、普段から備えを持って取り組んでいこうではないか、こういうお題をいただいた中で私どもそもそも汽船船が非常に南海トラフ地震に襲われる可能性が随分高いわけですから、どう備えて、命を守っていくかと、こういう取り組みに、皆さん方に、少しでも参考になればと思います。今日のこのセッションにおきましては、到達目標としては、私どもの取り組みをご紹介させていただいて皆様方に、終わった段階でなるほど、こういうのも参考になるか、自社に帰って、ちょっとでも参考に、取り組みを、見直してみようかみたいなことが一つでも、見つけていただければというふうになところに、目標を置いて、2時間務めていきたいと思います。先ほどありましたように10分ほど、休憩を間取りますんで、それと今日は少し動画も用意しまして、私どもの訓練皆さんご自身がその主役になったつもりで、ちょっと考えていただこうかなというのも織り込ませていただいてますんで、少し楽しみながら2時間長丁場になります。皆さんで参加していただきながら進めていきたいなと思ってます。それではまず本題に入る前なんですけども、JR 西日本大体どの辺までが、鉄道 JR 西日本かというのはご存知でしょうか。例えば金沢とか北陸の辺って JR 西日本どこまでやと思われますか。敦賀までは新快速行ってます。敦賀ね、新快速行ってますね。行ってますよ。はい、JR 西日本どこまでですかね。こう北に向いていきますと敦賀。はい、します、ね、さあどうですか。金沢。はい、もう一方ぐらい行きましょうか。どうでしょうか。石川県。はい、石川県。実はですね、北は糸魚川いうところ、もうだいぶ新潟なんですね。そこで JR 東日本と糸魚川の駅で、バトンを渡すというところまで JR 西日本なんですね。はい、それでは九州の方行ってみましょうか。JR 西日本どこまでやと思います。新幹線の方ですか。新幹線はまたあとは なるほど。どうですか。下関だと思います。はい、大正解で新幹線と分かれてるんですね。新幹線は博多の駅まで、それから、在来線は下関をさ、本州ですね。でそこを境に、今度は JR 九州さんで、四国も、その本州とで分かれてまして、もう一つちょっと身近なところでいきますと、東海道線みたいなところなんですけど、どうですかね皆さん。東海道線は先新幹線が誤解とされましたけど、東海道線は神戸までいいですか。はい、どこ名古屋側でいうとどうですか。前原ですか。なるほど、前原から、はい、いや詳しいですね。新幹線は実は JR 東海さんが東京から新大阪まで入ってこられるんですけど、在来線は米原で JR 西日本と東海が、区切られてまして、
在来線の運転手さんはそこで交代になります。まあ、こんな感じになってます。はい、それでは、紀伊半島、これ大体この辺で JR 東海とこう隣接しているんですけど、いよいよどこですかね、あの境界は。もうちょっと詳しい方に集中していきましょうか。はい、新宮なんですね。で、我々は今日ご紹介させていただくこの新宮から和歌山いうところまで、あの和歌山よりもまあちょっとあの関西空港の近くぐらいまで私どもの和歌山支社というところになってまして、この辺りを見ていただく限り、まあ地震が起こったら来るでというようなところをご理解いただけるかなと思います。実際に、南海トラフみたいなものを考えてみたときに、まあ、今見ていただく、まあ、あの詳しいことはよう分かりませんけど、今日あの岸区も3月11日、あの10年前の規模をご想像いただけると一気に臨場感が出てくるかなと思います。私どももこの南海側のトラフが、ガサッと揺れましたら、もう直撃に紀伊半島というのは襲ってくるということになってきます。その桁でいきますと、ちょっと想像を絶する規模になってくるんではないかなというのが想像できるんではなかろうかと思います。あのもちろんあの静岡のあたりから、まあこの辺も多分、東京湾のあたりもかなりしんどいところになるのかもしれませんけれども、まあ一般的には南海トラフの大きな地震が来た暁にはちょっと我々あの鉄道そのものがかなり、厳しい状況に迫られるかなと思います。例えば、列車が鉄道の列車が走ってます。まあこれ今日は、皆さんの、バスの関係の方もいらっしゃいますし、船舶の関係の方もいらっしゃいます。鉄道が走ってるところにまずは地震が来たら どないなりますかね。津波は後で来ますよね。地震で鉄道で道路やったらいいんですけど、鉄道でいうとまず大きい地震で来たら どうなるかと思います。あの鉄の線路の上乗ってますから、グラグラグラー揺れたらガタ脱線とかするんですね。これが、止まってる時に脱線しますと、まああんまり心配ないですよね。ガタン言って。これ例えば100キロで走ってて大きい地震来たらどうなりますかね。ガガガガガー言うて、これ規制線ちょっとイメージしていただきにくい。ちょっとあの首都圏すみません、私ピンとこないんですけど、もうそこを海いうとこ走ってるんですね。ここ走っていってガタンと行って、でダダダダダと言ってゴロリンと言ったら、まあ、そういうことまで考えますと、まあ、相当厳しい中で、鉄道の運行をしていると、まあ、こういう環境になります。ちょっと次のページに待ってもらって、はい、ここでもう一回質問します。はい、ちょっともう目移していただいて、はい、次行きましょうか。じゃあ何メートルで何分来るか、もう今ちょっともう答え見てはる人飛ばしてどうでしょう、イメージしてください。何分ぐらいでどんだけの津波が来ると思いますか。震源の距離、はい、距離にもよりますが、おおよそ想像し、ちょっとこうどれぐらいかなと思いますか。何分ぐらいで、一番近いところやったら何分ぐらいで来ると。はい、10分。
何メートルぐらい合わせていってみますか。震度によると、はい、一応大きめのを見たときにどれぐらいの高さの津波が。そうですね、はい、じゃあちょっといきましょう。はい、これ、ご覧になってください。この本州、まあ、最南端と言われるような串本でいきますと3分17メートルです、そのちょっとこの、スライドでいきますと左側ですね、すさみと読みますけど、ここ3分後に19メートルです、これ3分って言いますけど、実際に地震って5秒とかで終わらないですね。この規模でいきますと、おおよそ数十秒の地震があり、揺れが収まったなぁと思う頃にはまあ1分ぐらいは普通に経ってます。残された時間はもう何分でしょうかと。でその上で17メートル19メートルみたいな津波が2分後にやってくるみたいなところで、我々駅を運営し鉄道のお客様を、お運びさせていただいていると、まあ、こういう環境になります。私ども普段あの和歌山いうところにいますので、私なんかは40分で8メートルです。まあ考えてみていただいたら40分ありますから、まあ1分間揺れた後さあどうしよう言うてまだ上まで逃げようという意図間がありますけど、はい、3分で17メートル19メートルで、これはあの指針 の, あのお示しいただいてる通りですね、まあ、こういうのに備えてなかったらとてもとても今揺れたからということには対応できひんということになってきます。そこで、ここから私どものじゃあ鉄道の、備えとはどういうものかというものをご紹介していきたいと思います。まあ、ここであの大きくあの頭の整理をしたいと思うんですけども、私どもこう鉄道の利用を、お客様に、していただいている中で、具体的にどういう大きな考え方をしようかというと、まず1つ目、まあ、こう大きく3つ使命があると思ってます。1つ目はまずもって、うちの係員ですね、鉄道の従事員がしっかりと、逃げるということができるかどうか、これはお客様もご一緒に、逃げるということもありますけど、まあ、そうするためにはまず自分で逃げれんとあかんと。でもう一つはじゃあ乗務員だけでそれが叶うかどうかと、大変残念ながら私どもの和歌山支社ではお客様がそんなに多くありません。首都圏のように十何両編成で、まあ、今ちょっとコロナですけど、山盛りのお客様に乗っていただいてっていうのが津波が押し寄せて逃げようというわけではありません、まあ、しかし、だいたいあれあの分かっていただけますかね。あのすいません、ちょっと当てさせていただきましょう。ワンマン列車って ご存知ですか。あのこちらの方はワンマン列車一人でやってる一人ね、はい、普通はあのどうでしょう、皆さん乗っておられる、まあ、無人のとこももうありますけど、運転士がいて後ろに車掌がいてっていう、まだ、まあ、2人はいてたりします。でもそれで何百人のお客様、まあ、和歌山のとかちょっと少ないですけど、それでも何十人、100人みたいなお客様をワンマン列車ですと、たった一人です。このたった一人で自身の命を守り、お客様の命を守り、なかなかそれは非常に難しいという環境になります。我々としては先ほど申し上げようとしてたところで言いますと、まず自分の命守らなきゃ。二つ目、お客様もご自身でご努力をいただいて逃げてもらわなきゃ。三つ目、地域の方の命を助けて、なんとか、守ってもらわないか。そういうのが少しこうこの後の話として出てきます。地域の人がなんで逃げるの関係あんねんというのは後でご説明したいと思います。それではまずあのじゃあ鉄道
乗ってる係員どんな備えをしているんやというところをご説明したいと思います。はい、これ、運転台の分かってもらえますかね。この写真、これいわゆる運転士です。で、これ緊急地震速報というシステムを導入しているんですけども、まあグラグラってなったらそれをキャッチしてピュッと飛ばして、この運転台のところでこういうコールをしてもらう仕組みを運転台に備えてます。ちょっと音を用意してます。こんな音が今グラ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 っと揺れました。地震発生、津波が来ます。地震発生、津波が来ます。はい、だいたいまあ、ご自身の車を運転している時をイメージしていただいたら、いきなりこれが流れたとした時に、後ろに例えば200人のお客様が乗ってます。自分は一人です。さあどうしましょう。今これが鳴ってる時はまだ止まれてません。例えば80キロぐらいで鉄道が走っておりますと、おそらくあれがコールされることっていうのはまだ揺れてます。大きな地震ですと、もうさっき申し上げたように脱線してダダダダと転がってるかもしれません。その間にこれが流れてきます。かろうじて海に落ちることなく脱線した状態でそこに残ったとして、もう津波が来ますと言ってます。串本でしたらあと何分でしょうか。さあ皆さんが運転士でしたらあと2分をどう勝負をしていきますかという状態になっていきます。これもかなり逼迫した状態になると思います。おそらくお客様も、転倒されたりの状態になってる、なってるでしょうし、普通の駅で降りる状態のところで止まっているわけではないですから、お客様に降りてもらうことすら一苦労。そんな中で残り2分、さあどうしようかと、まあ、こういう話になってきます。はい、今の簡単な説明をしますと、このシステムは、P 波と S 波という、ちょっとこれ専門的になるんですけども、まあ、初期微動と主要動というんですけど、この時間の長さでもって使い分けてます。ドッカーン津波は心配ないよという時は地震発生緊急停止だけなんです。ところが今ご紹介したような、開口型という場合はそれ用に今ご紹介した津波が来ますというコールをします。ということは津波が来ますというあの放送がアナウンスが流れた瞬間、もう津波が来る前提で自分お客様一緒に逃げていかなか、まあ、こういうシステムを備えているということですね。分かりやすく言いますと、カーナビから流れてくるみたいな感じでしょうか。いきなり地震が来てもう津波が来るからというのを知らせてくれます。なんでこれ大事にしているかというと、これ実は JR 西日本の中でもここまでのシステムを導入しているのは和歌山だけです。なぜならば地震だけなのか津波が想定されるのか、3分の勝負のところがありますから、どっちやねんということが命取りになります。よって和歌山だけこういう2種類を区別してキャッチできるシステムを導入しています。よって、運転士は、今回の地震が津波が来る地震なのか直下型で揺れだけのものなのか、もうその揺れた瞬間から、すぐに頭に入れながら次の行動を考えようと、こういうふうになっているということです。はい、それではですね、今皆さんご自身で運転士になってください。今津波が来ます、流れました、どないしましょう。今ここで
困りますよね。俺は今どこにおんねやと なりますよね。仮にもこういう鉄道も意外とこう勾配があります。山の上の方を走ってみたりとすると今度海のそばにザーッと走っていったり、ここは今危ないんか、大丈夫やったら動かん方がいいですよね。でも低いとこやったら逃げなきゃいけません。で高いんか低いんか、今俺はどこにおんねやいうことがわからんやないかと。これ2分しかありません。悩んでる暇ありません。ということで運転士に、これちょっと見にくいですけど文字通りカーナビみたいなのも配備してます。あのカーナビみたいなところにこの何ちゅうんですか、マークがあるところは津波震災区域におるよと。でこれがちょっと高台の方を走っているときはなくなります。カーナビの画面からあれが出てきたりなくなったりいうのをずっとあのライブ中継してくれてます、あのカーナビが。よって今これが出てる状況でしたらガガ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 言うて今止まりました。パッとカーナビ見ました。このマークが出てます。逃げんとあきません。津波の震災区域ですから、ここ水に浸かるとこですよいうことです。でこれがなかったら一応高台やから安心しいやと。ただこっからですね、いかがでしょう。ちょうど10年前あんな津波が押し寄せると誰かが想像したでしょうか。まあ、あくまでもこれは想定ですよね。我々はあの仮にも今考えられる大きさでシミュレーションするとこれぐらいの津波が来るという浸水区域をこのマークで示してるだけですから 100% これを信頼して19メートル17メートル言うてますけど、じゃあ25メートルの津波が経営の約束は誰ができるんやと、まあ、そう考えますと私どもとしてはこれあくまでも目安、一般論としての想定で考えられる津波の浸水区間はこうやと言ってるだけで、そこは1メートルでも高いところに逃げようではないかということにしとかないと、あのそもそも あの大変怖いですね。我々あのこういう想定を、いろんなの国もそうですし我々でいきますと県もある程度想定をしていただいて、それをもとにこういうことをしてるんですけども、あくまでもそれを超えるようなものが来ないかどうかというのは分かりませんから、まあ、ここのあたりは係員の私なんかはあの係員を教育するときにものすごくこう心がけとかないかなと思っているところです。あの人間ついついこれがなかったらもうここだからやから安心してここにいましょう、まあ、こういうふうになりがちなもんですから、まあ、このあたりも我々ヒューマンファクターとしては難しいなと思うところです。まあ、そしたらどうでしょう。このマークが今出ました。どうしましょう。どこか動かなきませんね。で電車も動かないですね、脱線して。どうしましょう。これ降りますけど降りんと逃げれないですね。ほらどうしましょうというのが次に行きたいと思います。はい、今降りていい。さあもうここにおったら、ここにおったら津波もそのまま来られる。逃げなあかん。どっちやねんとなるんですけど、一応電柱降りましたら電柱にこういう矢印をつけてます。
矢印の方が高台やでと。もう一回立ち返ります。揺れました、津波が来ます言うてまず放送してくれます。止まった、カーナビ見ます、浸水区間や、こらあかん、ここにおったらあかんぞ、降ります。ほな次どっち逃げたらええねん、こっち逃げたらええねんっていうとこも電柱に整備してると。結構ですね、和歌山から新宮いうとこまでものすごい距離あるんですよ、200キロとか。で肝心なとこはこういうのが全部矢印を整備して電柱に貼ってます。運転士は降りましたらこっちに行きます、逃げますと言えるようにこういう看板を整備しているというところで、なんとかここまでしてわずかわずか2分の勝負をしようではないか。もちろん最短で2分3分ですから、それよりも時間がある、もしくは若干の高台によるこのアドバンテージを利用しながらでもなんとか一人でも命を守る取り組みができるかというところで、こういう手順を踏んで乗務員が速やかに判断をして避難できるようにガイドをするためのハード対策を用意していると、まあ、こういうところになります。はい、それ以外のところのご紹介にしていきたいと思います。はい、例えばですね、これの左上のところなんですけど、さて一体これは何か分かりますか。下里木浦上駅間に設置した校舎台という左上の写真、ちょっとちっちゃくて恐縮です。ここに止まったらちょっと駅みたいになってますよね。こういうものも整備しました。例えばですけども、ここに走っとった時に止まれました。今日このご参加いただいてます6人の、方の中で、駅以外で電車から降りられたことがあるという方いらっしゃいますか。ご経験ありますか。 ないですか。ありませんか。いわゆる駅でドアが開いて普通にご利用いただいてます。はい、これですね、電車からホームがないとこで降りるって どれぐらいの高さやと思いますか。大体線路見たら なんとなくこれぐらいかなみたいなあるじゃないですか。でもあれね、駅でしょ。で普通電車の田舎の方とかですと砂利が巻かれてて、こう粉になってたり、ちょっと山みたいになった真ん中線路通ってましてね、いざ降りようと思ったら結構高いんですよね。おそらく私の母なんかもう80ぐらい超えてますけど、うちの母やったら多分4降りひんと思います。それぐらい高いです。でそうなりますと、こういうところにたまたまはまれればドア開いたら普通の駅降りれるように逃げていけるということで整備をしてみました。見ましたが、ちょっとどうかなと思ってます。なぜでしょう。やっぱりこう200キロぐらいあるうちのこんなところに泊まれる確率ってものすごい低いですね。その時に走ってて地震が起こってブレーキかけてここに泊まれる確率っていうのは、いくらなんでもすぐに逃げなあかんとこやから1個試しで作ってみましたけど、いやちょっとどうかなと今は、まあ、こういうのを延々整備するっていうのはあんまり現実的ではないなというような気がしているところです。はい、じゃあ左下ですね、ちょっと小さくてこれも恐縮ですけど、これまた鉄道の鉄橋を歩いて見張ったことはないと思うんですけど、
映画ご存知ですかね、あのスタンバイミーとかね、あの線路の下で鉄橋とかぶら下がるみたいなことあったかと思いますけど、これはあの鉄橋ってやっぱ怖いですね。あの言うたら下がスカスカの、何でしょう、なんとか橋みたいな、そんな状況ですから、降りられて逃げようとしたらスコーンって落ちられて、逃げるどころかそこで怪我して事故して、それぐらいのところがありますよって。あの橋のそば、あの 横にその歩ける道を作ったりしています。まあ、これも確率ですね。その橋のとこを渡って逃げなあかん、2分勝負いうとこにこわごわと落ちるかな言うて逃げてる暇はないから、そういうところに橋の横に道を作ってみました。まあ、これもたまたまそこが近かってよかったなということを期待しているところですけど、まあなかなかここに遭遇するかどうかというのも計算しにくいところです。はい、右上のご紹介に行きたいと思います。これ普通にあの駅歩いてますと跨線橋いうて、あの駅入ったら隣のホーム行こうって階段登ってどこ行きますいうやつなんですけど、これはちょっとあのさっき私が説明しました3つ目の柱にもつながってきます。地域の方々の命も守っていただきたい、こういうところがあります。はい、ちょっと想像してみてください。ここ今、駅の手前です。皆さんの前にちょっと高い丘があります。10メートルほどの山が見えてます。線路があります。今目の前で、目の前の丘まで走りたい、2分ですから。跨線橋はある、でも結局向こうの方も降りたら階段でまた降りるだけ、でも丘がある。こういうところに跨線橋上がった後、跨線橋延長しました。つまり地元の皆さんが、こちらに住んでる地元の皆さんが大きく迂回して逃げんでいいように、目の前にある跨線橋を階段上がったら、そのまま隣のホームだけではなくて、そのまま向こうの山まで登れるように、そういう箇所のところには跨線橋を延長して走ってそのまま逃げてくださいいうのも整備しています。これも2箇所ほどなんですけども、地元の皆さんがいざ逃げるいう時に線路が邪魔をして逃げれない可能性がある。踏切行っとったらもう時間かかってしゃあない、鉄道施設横切ってそのまま逃げれるようにという、まあ、そういうところで2箇所ほどこういうのも整備してます。で、一応これまたあの何でしょう、昔皆さんの世代どうなの、あのアメリカ横断ウルトラクイズとか知ってはないかもしれないけど、あの紙バーン破ったら向こうに泥になってるかマットがあるかみたいな世界で、ああいうのも一応そこに仕立ててましてね、地震が起こったらバーシャーンと蹴ってそこの壁すぐ割れるようになってるんで、その時は蹴って潰して逃げていってくださいと、まあ、こういう風にしてあったりします。まあ、もうこういうところで逃げ始めるという状況になってたら相当逼迫しているという状態になっていると思います。右下、津波避難専用通路、もう本当にあの、海があって線路があって山があるいうところですと、もうとにかく線路渡ってでも逃げてもらわなあかん、まあ、そういうものも整備しているということで、まあ、このページでご案内しているというところは、逃げようとしたはいいんだけれども、どう逃げれるかということを、最低限備えておこうではないかという流れで、やってます。しかしながら繰り返しになりますけど、総延長100キロ、150キロみたいなところでこういうのを全てというのはなかなか事業者としては現実的でありません。
そうなってきますと、こういうハード対策も努力はする一方、やっぱり乗務員自身が適切に逃げていくという最初にご紹介したあたりと組み合わせて、できる範囲で、みんなでなんとか逃げようではないかと、まあ、こういうことを組み合わせていくということになっていきます。はい、それ以外のところもう少し、進めてまいりたいと思います。はい、一応ですね、列車から線路に降りるはしごを積んでます、今日はこれ船の方いらっしゃいましたね。ね、奈良崎スタックスさんですか。船もあのいざという時に、あの何でしたっけ、ボートありますよね。あの人数分の救急用のボートを積んでますよね。まあ私どもあの一応ですね、まずはしごは全部積みました。先ほど申し上げましたけども、うちの袋も80超えてますけど、もうとても飛び降りるいうことはできないでしょうから、はしごを用意して、バシャーンと伸ばしたらはしごをかけれるものを積んでます。ここからなんですけど、皆さん想像してみてください。最短で2分3分です。パッと想像していただいて、はしごをどれぐらいかかります、この状態から袋からまず出しますよね。出して取り出します。その後はしごですから足元片面とグラグラですよね。で、線路の下って石とか転がしてるんで、大丈夫か言いながら、はしごがちゃんと機能して安全にこうやって降りていけるようにしようと思ったら、何分ぐらい、ご自身でやられるとしたら何分ぐらいかかると思いますか。かかっちゃいますよね。おそらく普通に考えても 1,2 分はかかりますよね。なんぼあのはしごじゃとあの南京玉すだれ的にパッとやったらこうザラって出るんですけど、引っ掛けて足元固定して「さあ降りてください」って言おうと袋から出してたら、まあ1分2分はかかりますね。はい、もう一回振り返ってください。3分です。3分で地震の揺れが終わる頃で大体1分ぐらい。はしごどうしましょうか。皆さん生きるためにどうしましょうかとなりますと、今はこのはしごを使うということも、一応は用意してますけど、基本は飛び降りて逃げましょうという方向にこの後変えてます。今はもう飛び降りてくださいと。で、今日せっかくですから、この、 あのご参加いただいた方にぜひ覚えておいていただきたいんですけど、鉄道の駅でないところから降りるやり方、どんな感じやと思います。もこう飛び降りるの怖いですわ。一応あの、この後ご説明することにしますけど、皆さん覚えて帰ってください。一回ドア開けます。うちの乗務員がドア開けますから、ドア開いたとこ、まあ普段はもう座ることないですけど、一回こうやって座ってください。で、座ってからピョンと飛び降りてもらう。これだけで随分と違います。私も実際にやってますけど、あのそういうことを地域の皆さんとかと訓練を後からご紹介します。あのなかなかですね、多分、10代の方とか高校生とかやったらもう多分飛んで、もうそのまま飛んで
逃げていってくれるとは思うんですけど、普通の人はやっぱりこう一回座ってっていうことが精一杯かなと思います。でもちょっとご老人になってきますと飛び降りるのは難しいなという感じになるかと思います。でそうなりますとやっぱりこうこのはしごが何歩か用意できたらええないう意味で積んでるんですけど、実際に、はい、次行きましょう。こんな形です。だいたい袋から開けますとこんな形になってるんですね。ちなみにあれ船はあれですか、あのままボートを乗っけて確かそのまま乗れるんです。まあ、ほんならもうスタートを下ろしてもう乗り込むんですね。うちの場合はこれちょっと一仕事せんとありません。折りたたまれてますから。で時間になりました。すいません、ちょっと話の途中になりますけど、ちょうどあの14時46分に10年前大きな地震があったということですので、気持ちだけになりますけど、あと2分ほどしたら15秒ほどだけでも黙祷を捧げさせてもらえればなという合図がなりましたので、ご協力をお願いしたいと思います。ちょっと早いですから早いですけども、ちょうど3月11日に、たくさんの命が残念ながら大きな津波によって、失われていきましたので、改めまして、ご着席の上で少し哀悼の誠を捧げて黙祷を捧げたいと思います。それでは10秒ご協力お願いします。黙祷。はい、ありがとうございました。ちょうど私もこのテーマをいただいた時に今日がこの日やということのご縁もあるかなと思いました。残念ながら私もそうなんですけど、私今和歌山にいますけど、和歌山の責任者でやってますけど、今日は来えへんなって、あと 2,3 年は来えへんなってなんとなく思ってしまうのが人間で、でも実際にか冷静に考えてみますと今起こっても不思議ではありませんし、地球規模で考えますと今日も明日も3年後も何の差もないぐらい、いつ来てもおかしくないということを、改めてこの3月11日にを迎えるにあたって、こういう備えがほんまに大事やなというのを、我々も係員とともにもう一回頭の整理をしたいなというふうに思っています。今日こういう機会をいただいて本当にありがたいなと思っているところが、その一つになります。改めましてこの、はしごを見ていただきまして、これだらっといけます。意外と一回やったらなんですけど、一つは何でしょう、電車の足元のとこにちゃんと引っ掛けそびれますと降りてるときバシャになります。でこれ見てください、この足元ものすごく条件いいですね。普通こんな鉄道の地面はもうこんな綺麗になってませんよって、こういう形できちんと固定して安心してはしごで降りれる環境を作るとなりますと、やっぱり2分ぐらいは絶対かかってしまうと思います。条件のいいところで1分半ぐらいとかかなという感じがします。一応こういうのは積んでるんですけど、そうやって考えてみますと、もう今日お集まりの方々ぐらいでしたらもう座ってすぐに言い始めていただきたいというところになります。
ところが、皆さん仮にも隣に私のおふくろが座ってたら皆さんどうしてくれはりますか。80を超えたおばあさんが隣に座ってます。で逃げれますよね。今あのこういうのがなくても多分座ってもう時間ありません。1分2分です。横におばあちゃんどうしましょうか。いやこんなもん答えないですよね。もう津波来る言うてるんですよ。もう津波来る津波来る。我々の沿岸で行きますとあの多分津波が見えてもう見えてる状態になると思います。ガーッともう海の向こうから見えてきています。おばあさんおじいさんもそうかもしれませんが車椅子のお客様がいらっしゃったらどうしましょう。鉄道の係員一人です。運転士一人しかいません。繰り返しになりますけどガラ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 グラ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 言うてうわ地震やと思ったら津波来る津波来る言うて教えてくれます。うわその地震が来たかガラガラガラ言うて止まりました。カーナビがここは水に浸かるとこやで言うて教えてくれます。そうかここは逃げなあかんここにおったらあかんねんな言うたら今度電柱パッと見たらどっちに逃げろまでは教えてくれます。こっちに逃げましょうと言えます。さあ限られた時間の中まあ若い方大丈夫な方は飛び降りてくださいと開けます言うて行きでも車椅子の方がいらっしゃるお年寄りがいらっしゃるどっちやどないすんねんお客様手伝ってください。お客様のご協力もいただかんと一人ではとっても無理です言うてるところがもう向こうから津波がガー言うて見えてきます。そんな中で係員も自分の命は守ってもらわなきゃいけません。お客様一人でも命守ってもらわなきゃいけません。合わせて道路のこっちから何とか逃げようとしている地域の住民の皆様も一緒に逃げていけるように頑張らんとはいけません。こういう厳しい中でこう何が正解かって言えないような状況になっていくというのが我々のこうリアルな、おそらくこれバスの方も今日いらっしゃいますけど、まあ、バスの方もどこ走ってるかによって随分と同じ状況になろうかと思います。例えば JR 東日本の方が今日10年前の今日ある乗務員さんが大きなファインプレーをされました。さっきの例です。津波浸水区間ではないというところなんだけれども乗ってた地元の人がこっちの方が安全や言うてこれ会社のルールではそこに降りなさいということになってますけど地元の方が一番よう知ってるから言うてそれに従ってちゃんと逃げありました。命残りました。ファインプレーです。実は私のもう一つポイントを設けてまして津波避難心得っていうものを社員に約束していることが一つあります。皆さん方の会社でもあのいろんなルールありますよね。こういう時はこうしたらあかん、こういう時はこうせん。津波、地震、津波いうときにはこれは破っ
このルールは今破らへんかったら命が助からん思ったルール違反は一切お咎めも責任も問わへんぞ言うて約束してます。これ社員と心得いう形で約束してます。つらつらと5つぐらいの条文があったりするんですけど、もう一番の肝になるとこはそういうことです。例えばですけど、普段線路、皆さん踏切で横切られることはようありますよね。踏切で踏切下がってる時に横断するって どんな気分になれますかね。降りてます。これ普通は鉄道車両がいつでも走ってくれることですから、このも普通に横切ってはきませんね。皆さんの一般の方もそうですけど、鉄道係員だって列車が来るかもしらんいうとか、線路は絶対横切んないいうてルール決めてます。しかしこんな地震津波いうときに、もうとにかく右向いて左向いて走ってなかったら今もそこの山登らなあかんいうときにルールがありますから渡りません。こんな判断してたら助かる命も助かりません。日常はルール通り守れと徹底して鉄道従事員として教育してますけど、この津波の時には津波の心得として会社として制定し、必要やと判断したルール違反については咎めない、それでも何とか逃げろということもルールとして決めてます。まあありとあらゆることでもって命を守ってくれへんかということで、おさらいになりますけど、いろんなハード対策があり、ソフト対策を用意し、引いてはお客様にもお願いしていかんととても一人ではできひんということで、はい、次行きましょう。これは特急列車の椅子の後ろに置けてるんですけど、これちょっと現物持ってきました。こういうのを用意して、座って降りてねとか、私ども特急黒潮いうのを新大阪から、新宮の方まで走らしてるんですけど、特急列車の椅子の方にこう入れてます。ちょっと回させていただきますので、回覧して見てみてください。はい、どうぞ。日本語と外国語のがあるので、さっきちょっと画像が悪いんですけど、はしごで降りるの下にやっぱり座って降りるいうのを推奨させていただいてます。で、はしごがどこにあるとか、矢印の方向いてやとかですね、こういうのもうちの乗務員ももちろん教育してますけど、これお客様もぜひご理解いただいて、一緒に頑張っていただけませんかと、まあ、こういうことを言ってます。まあ、イメージしていただきますと、一人で何十人、下手したら特急列車で、まあ、地震は正月もお盆も昭和関係ありませんから、まあ、一番多い時で言うたら100人200人いらっしゃる中で1人2人でやっていかなか、お客様に手伝ってもらうのが、まあ、やっぱり一番近道かなというところになります。はい。で、これ特急列車今見ていただいてるやつなんですけど、ここ普通列車はもうベターって貼ってます。もう電車の扉に、でもうとにかく座って降りるですね。座って降りる、まあ、こういうものをポスターでも貼りながら、なんとか降りてもらわれへんかなというところを進めているところです。はい、どうぞ。まあ、ただですね、皆さんどうでしょう、実際に乗られてもこんなの乗っとったってあんまり見ないですよね。実際のところはなかなか見ていただけてないというのが我々としてはちょっとしんどいなと思っているところです。どうやったら見ていただけるかなというのが工夫の我々の工夫のしどころになります。
やっぱりあの10年前の3月11日以降でありますと、やっぱりパッと見ていただけるような時間が流れたと思うんですけど、まあ、最近はなかなかまあこういうのは、あの先ほども申し上げた通り、まあ大丈夫かなと、まあ、そこまで地震起きひんやろというようなお気持ちになりつつあるというところも現実で、なかなかこの辺りがしんどいかなと思ってます。はい、次行きましょう。もう一つご紹介になります。はい、我々あのちょっとこう東京とかで皆さんいらっしゃいますとあんまりピンとこないかもしれませんけど、もう8割9割が無人駅です。我々あの電車に乗っていただいているお客様は乗務員がご案内できます、こっちに逃げましょう言えるんですけど、駅で電車待っていただいてる、で駅員がいる駅やったら駅員がこっちに逃げましょう言えます。もう8割方が無人駅です。和歌山駅にも全部逃げてもらわなあかんところにこういうポスター貼ってます。もうできるだけ簡易に分かりやすくこの方向に逃げてくださいというのを、係員がいませんから、ご自身で電車待ってる時にもし大きい地震があったらここ逃げてくださいよいうのも、これぐらいのポスター全あの逃げてもらわなあかん駅には全部貼ってます。まあ、できることはありとあらゆるということで、まあ、こういう努力をしながら、なんとか、我々の係員自身それから、お客様の力を借りる、地域の皆様も逃げてもらう、まあ、こういうところにこだわって、まあ、まずはハードの対策それから、こういうソフト面での対策もセットで、大きくは努力しているということに、ご紹介させていただきたいと思います。この後ですね、ちょうどここでキリがいいところになりますから、ここで一旦休憩を挟ませていただいて、この後、少しあの実際に私どもの会社で、車掌さんとか運転士が実際に訓練している、シミュレーションのトレーニングがあります。で皆さんにも、体験していただこうと思うのを用意しています。でもう一つは、係員あの和歌山支社の全社員に、1000人ほど社員がいるんですけど、全員に見せている、まあ、e ラーニング、まあ、リモートでもあるんですけど、まあ、その教育のあたりをやろうと思いますので、ひとまずあの合図が来ましたんで、ここで一旦10分間休憩したいと思います。ひとまず大事だったらお疲れ様でした。